俺の名はビリー。本当のお父さんのことは知らない。だから名字もわからない。母さんは俺がまだ喋りもしない頃にこのメダルをくれた。そこにろうそくの彫刻があったから、みんなは俺をキャンドルって呼んだ。メキシコ野郎よりマシだろ。そう、母さんはメキシコ出身なんだ。育った町は国境そばで白人ばかりいた。母さんの再婚相手のトーマスも白人だ。すぐ俺を殴る図体のでかい意地悪な野郎だ。その町の名前はホープだが、希望なんてかけらもない。酔っ払いに流れ物、盗っ人、それに嘘つきばかりだ。トーマスは毎日男ってものを教えてやると言って俺を殴った。最後にやられたのは2年前だ。俺は財宝を探しに町から出たんだ。伝説のファレスの黄金だ。トーマス、あの野郎に見せつけてやりたかった。だが何も見つからなかった。だがいい出会いもあった。愛しのモリー、可愛かったな。でもモリーの親父さんのせいでうまくいかなかった。結局戻ってきちまった。すきっ腹の一文なしで。俺には何もない。名字ですら。着いた。ホープだ。ヤクザ者とろくでなしの町だ。ジョーンズの小屋だ。銃があったはずだ。何をしてやがる。ここは俺の土地だぞ。わかったよ。ここは俺の土地だ。出て行け。おい、まさかこの老いぼれを撃たねえよな。お前に恨みはねえからさ、仲良くしようや。
唯一俺のことを気にかけてくれる人、母さんに会いに町に戻ってきた。会いたくない奴はトーマスを含めて4人いる。保安官のティム・パウエル、奴は俺がいつも悪事を企んでると思ってる。酒場の主人クライド・フォレスター、こいつは意地の悪いゲス野郎だ。そして一番憎い野郎、トーマスの兄レイ牧師。牧師のくせに独りよがりで最低な奴だ。おやおや、ビリー・キャンドル、久しぶりだな。保安官、トーマスはいい顔をしないだろうな。トーマスと仲直りしに来たのか？母さんに会うだけだ。そうか。まあとにかくその前に銃を渡せ。渡せ。でも保安官。渡さんか。よし、よく帰ってきたな。バカなことはよせよ坊主。ガキ扱いするな。ありがたく思え、神に感謝しろ。着いたばかりでもう保安官に捕まった。くそ、銃を手に入れないと。ビリー・キャンドルか。大きくなったな。じっとして測っておこう。なるほど。まだ死んでないぜ。おや、もう霊牧師ぐらいのタッパだ。なんだこいつら、嫌な予感がするな。ビリー・キャンドル、久しぶりだわね。スージー、銃を持ってるはずだ。ビリー、ひどいわ。昔馴染みな私を無視するの？待てよ、これから会いに行くところだったんだ。さあどうだか、調子がいいんだから。気が変わる前に早くいらっしゃいよ。幸先いいぞ。フォレスターもいないし。くそ。どこ行きだ。よろしくやろうってわけじゃないよな。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ。金もないのに。落ち着けクライド、挨拶に来ただけだ。またに蹴りで挨拶してほしいかこの野郎。数字が欲しければまず金だ。わかったか。やられたの？命知らずね。ファレスの黄金は見つけた？ロープとか使って窓から入ってきてちょうだい。静かにね。私もバカね。スージー、シッ、すぐ戻るわ。ここで待ってて。クライドの様子を見てくる。だから先に汚れでも落としておいて。さて、銃は？
弾がない。くそ、どこに置いてるんだ。クライドは大丈夫よ。よろしくやってるわ。さあ続きを。お宝は見つかってないの？力になるわよ。こんなに大人になって。やっぱりここか。ムズムズしてんだろ。面倒見てやろうか。そう簡単にいくかい。おいお前ら、やつを捕らえたらスージーと30分お楽しみだ。やつを始末して女はいただきだ。どこだ。アバよ、ここだ。Oh!